ティーチルクラブ12月金曜日のミュージックセレクターを担当しました。せーの、コシニエです。チルっていうところで、うん、プレイリスト作ったことが自分ではなくて、うん、なんかすごい新鮮だった、うん、でもなんかチルっていうものにいろんなもんがいろんな意味が内包されてるみたいなさ、うん、最初それもらって、うん、メタル入れようとしてたよ、うんうん、すごいメタルも含まれるかなって、うん我々なりのチル、そう、我々なりのチルを提示できたんじゃないかな、うん、ね、楽しかったな。そう、なんか睡眠や夜って3時から5時ってさ、うん、不眠症の私たちにとってはさ、はい、とても大事な、とても大事というか短な時間ですよね。短な時間でどう過ごす、うん、みたいな、うん、でそのそういう時にさ、やっぱ音楽に助けられてることっていっぱいあるから。いや、ほんまに。そう、だからそういうところを主軸に、うん、そういうメッセージを主軸にというか、うん、強い気持ちになれるとか、どっぷりその落ちれるとか、うん、深くはまれるって、それとかそのなんていうんやろな、ノリが、うん、やっぱり自分にとっての心に近かったりとか、うん、音楽に助けられてるし救われてるし、なんかそういうのをすごい実感した。あー、プレイリスト作ることによって、うん、でも確かになんか改めて向き合えたなって感じはした。たくさん入れたい曲があったんですけど、うん、やっぱその中から削って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 、あとその好きな曲っていうのもあるけど、好きな流れみたいなのもあるから、はい、この曲の次はこれ聴いてほしいみたいな。そうそう、そのプレイリストを作るっていうことがさ、なかなかないから、うん、それはすっごく楽しかった。楽しかったよな、うん、この曲のブロックで分けるとか思ったらさ、うん、じゃあ次のこの曲頭はこれやなみたいな、そうそうそう、チョイスも楽しいよ、ね、あるすごい、うん、やっぱでもディアンジェロのリアリラブとか、あーディアンジェロね、デレンのサマソニーでさ、うん、みんながなんかグターってして最後取りやったもんな、ディアンジェロ取りやったところでディアンジェロ見てすごかった。あの光景未だに覚えてるわ、うん、私も覚えてる。うとうとしながらも、うん、あの音の圧力というか生で見た楽しかったよな。そう、なんかフェスの良さってあの異次元感わかるわかる、あるよね、日常とは全くかけ離れた。そうそう、あの空間ね。しかも生音となってるし、生身のグルーヴを聴いてる感じがすごかったな、うん、近いし、とにかくそうやな、そう、あんな距離でディアンジェロ見れるんやみたいな、好きになっちゃうって感じ、特別やったな。自分はジェス・グリーンの Don't be so your self かな、うん、タイトルがそもそも自分に厳しくしないで自分を責めないでっていう意味で、なかなかその夜って考え込んじゃうやん、うん、深夜この時間やったら、やっぱ肯定するのって難しくなっちゃいがちやねんけど、うん、こういう楽曲ってやっぱ救われるなって思うし、うん、でも歌詞も心を意志には変えたくないっていうのがすごいなんか響いて、そうね、意志に変えるとさ、いろんなもの失うよね。そうやね、自分を肯定してあげれるっていうところをちゃんと背中を押す楽曲として、うん、まあ、今回のプレイリストではかなり思い入れが強い、うん、まあさっきほど言ったように我々この時間がメインみたいなところあるから、パソコンに向かってることは多い。監督はそうやんな、基本的にもずっと曲作ってくれたもんな。お風呂入ってるとか、ああ、あの寝れへん時とかはお風呂にもうびっくりするぐらい長い間あの指がふやふやになるまで寝れへんし、その時間をどうしようかなって思った時に、お風呂好きやもんな。そう、お風呂好き、あの私は好きなことをしていますっていうそのなんか思い込みみたいな、うん、スワーとか行った時も絶対にシャワーでは終わらせずに、あ、そう、ね、お風呂入りますって言うもんな。そう、好きなんですよね、夏場でもすごい好き。あ、それはすごいよね、うん、自分もあれかな、その楽曲が上がってきていつでも聴けるように携帯をそばに置きながら、でも寝れへん時は散歩とか行ってんねんな。あ、そうね、で散歩行った時はやっぱりミュージック聴くよねってことで、うん、確かにいつでも返事返ってくる、何時でも何時でも返ってくる、まあ、それがね。でもなんか昼の2時とかはたまにまあ時間帯的にな、3時5時起きてるってことは、そのその時間を寝てたりはするかもしれません私はライブがいっぱいしたくて、あ、わかる、より去年より、みんなと近い位置で音楽を共有したいなって強い意志を持ってます。計画も立ててるもんね。そう、計画も立ててるんです。まだ言えへんけど、だから1月17日にファンクラブのイベントがあるんですけど、皮切りに、うん、うん、そういう気持ちはあるよ。あるね。私はやっぱ曲作りについてかな。うん、新しい音作りみたいなのをずっと目指してるところなんやけど、うん、自分に一番近いところというか、自分の
今やりたいことは人生についてもっと深く掘り下げて、うんうん、その言葉にできてないことを多分もっと私には語るべきことがあるなっていうこと、うんうん、日本で生まれてそのまあ今はこういう地域で育って、うん、関西で生まれてこの地域で育ってでこういうルーツがあってみたいなところを語れるような、うん、あのものを作りたいなってより深くより深くっていうのをすごい思って、うん、いや楽しみやな。もうまだ発表されてないけどいろんなデモをあれは私は聞かせていただいてて本当に届くたびに幸せマジでほんま天才だと思うでそうめちゃくちゃ褒めてくれるから皆さん本当に期待しててくださいその抱負を抱きつつ今回の、うん、選曲で私にとってチル、うん、私にとってのチルはだいぶ塗り替えられました、はい、あらそ う, そうどんな感じ。いやチルっていうとやっぱ音楽ジャンルとしてのチルがすごい、まあ、私にとっては一般的にはちょっとっていうか聞いた段階でやっぱそういうイメージ持ってた俺もローファイ系のそういうイメージがあったけど、うん、もっと広く捉えると、うん、だってまあチルって言葉的にはさ、まあ、何一つじゃないもんね。そう一つじゃないだからそういう意味では今回に広がっだから私にとってのチルが、うん、はもうこのプレイリストで表現できたっていう感じがあるかも。素晴らしい。でも自分もそうやな。自分の中に入っていけるなんか落ち着くとかリラクゼーションっていうような漠然的な意味で捉えとったけど、うん、じゃなくて自分で考えたところでは自分の中に入っていけるとか断片的な思い出に浸れるみたいな、うん、この楽曲を聴くとこれが思い出すみたいな、うん、そういうなんか自分の中に入っていけるっていうのがチルなのかなって自分の中で思って、自分の中ばっかり、うん、でも新しいなんか知見が生まれたな今回で楽しかったです。お願いします。今回どうでしたでしょうか私たちのセレクトは。ね、好きな音楽をこうやって共有できる場ってなかなかないから、うん、やっぱすごい楽しくて、うん、あとすごく特別でした。もうめちゃくちゃ選曲多くてそこからもうめちゃくちゃ絞ってめっちゃ絞った、めっちゃ削った。そうだからちょっともう一回やりたいぜひもう一回もうこんだけ一人ずつプラス二人でやらせてもらったけど、うん、もう一回やりたい。ちょっと、なんやろコンセプト変えて、あコンセプト変えて、ね、コンセプト変えてもう一回やりたい。だから楽しんでもらえてたらめちゃくちゃ嬉しいですし、うん、時たま挟まってた星にでも気に入っていただけるととても、うん、この他の媒体でも聞けるみたいなので、うん、ぜひ聞いていただきたいですね。ライブとかもね遊びに来てほしい。そのディアンジェロとの私たちのその出会いというか、うん、そういうものみたいにどんどん特別になっていける場所だと思うので、ぜひ出会い直してライブで同じ時間を共有できたらなって思ってます。はい、以上コシュニエの中村美久と松本俊介でした。ありがとうございました。